シルバプラーナは、スイスグラウビュンデン州、マローヤ郡にある、基礎自治体。シルバプラーナ湖がある。シルバプラーナの教会初めて自治体の教会を示す。看板が設置されたのは、ローマ帝国時代で、ユリア街道に壊れた看板の支柱が見つかった。村の教会は1356年の記録に、初めて登場する。1491年に新しく。 後期ゴシック様式の教会が建てられた。1556年に村は宗教改革の影響を受けた。シルバプラーナは2006年現在、総面積44.7平方キロメートルである。土地利用別では19.6%が農地、14.1%が森林で、2.2%が建物や道路など、残る64.1%は河川、 氷が山といった人間の生産活動の行われない場所となっている。シルバプラーナコ村はエンガディンの谷にあるシルバプラーナコに面する。行政的にはマローヤ郡オーバーエンガディン地方に属する。エンガディン地方とグラウビュンデン州のライン川流域各地とを結ぶユリア街道は標高2284メートルのところを通る。 シルバプラーナ湖とチャンプフェル湖を結ぶオバダルファルーン、川が村を流れる。自治体としてのシルバプラーナは、シルバプラーナ中心街と二つの村落、スールレイとアルバナからなる。行政上は、サンモリッツに属するチャンプフェールは、シルバプラーナとの結びつきが強い。シルバプラーナ湖を挟んで対岸にある、スールレイには、これバッチ展望台に上がるロープウェイの乗り場がある。 シルバプラーナの人口は2009年12月31日現在、1002人である。2008年の調査では27.9%が外国籍を持つ住民である。過去10年で人口は11.1%増加している。2000年現在の男女比は男性49.7%、女性50.3%である。 人口構成は2000年現在以下の通り、スイス国民は全体的に高学歴である。シルバプラーナでは25歳から64歳の人口の約75.2%が義務教育でない後期中等教育、または高度な教育を修了している。人口変動については以下の通り、2007年のスイス連邦選挙では最も支持を集めたのは、 スイス国民党で36%の得票を得た。時点以降は、スイス自由民主党、スイス社会民主党、スイスキリスト教民主党と続く。シルバプラーナの失業率は1.74%である。2005年現在、約5経営体21人が第一次産業、11事業所95人が、第二次産業、十二事業所九十二人が、 第三次産業に従事する。スールレイ集落2000年現在、シルバプラーナで最も話者の多い言語はドイツ語で65.9%の住民が使用する。ついで、イタリア語の15.9%、ロマンシュ語の10.6%となっている。19世紀中頃まで、オーバーエンガリン地方では全域でロマンシュ語のプーター方言を使っていた。 他地方との交易が増えるに従って、ロマン主語の使用は次第に減っていった。1880年にはおよそ73.3%がロマン主語を大一言ごとしていたが、1910年には48.61%になった。ロマン主語が多数派だった最後の調査年は1941年で54.9%が使っていた。 1970年までに、ロマン主語は、少数言語となり、714人中わずか200人、すなわち28.01%しか話せないようになった。その後、村の学校でのロマン主語教育の効果もあり、2000年には、ロマン主語を理解することができる人の割合は34.1%まで上昇した。シルバプラーナ湖畔のカイトサーフィンシルバプラーナ湖は、 予想しやすい風が吹くことでよく知られ、ウィンドサーフィンや、カイトサーフィン、ディンギーセーリングなどの方を使った、ウォータースポーツの拠点となっている。南西岸には主要なウォータースポーツセンターがある。同センターには、観客が小岸から見るよりも、水上競技を間近で見ることができるという利点がある。2007年8月、国際、ファイアボールディンギーセーリングクラスが、シルバプラーナで、 世界選手権を開催した。95隻のボートが6レースを争った。地域のマスメディアは2006年にカナダ・バンクーバーで開催された世界選手権で優勝したスイスのペアに注目していたが、2007年のシルバプラーナ大会の勝者はイギリス出身のリチャード・エスタ・フトロブ・ガードナーであった。2006年の覇者であるスイスのペアはこの大会では11位に入った。 ありがとうございます。